株式会社タックルベリーは中古釣リグ販売チェーン店タックルベリーを全国展開する企業。本社は神奈川県藤沢市にあるフィッシングライフのトータルプランナーを掲げている。同社は日本で唯一の個人所有の湖である立花湖を所有している。立花湖は日本ザリガニなどの生息地としても知られ、この自然を手つかずのまま次世代に消滅することを目的に、 同社は一切の開発行為を行う予定はないとしている。また、子供たちが釣りを楽しみながら自然に学ぶ機会の提供を目的に、管理釣り場、ベイリーパークを関東に3施設を運営しており、人と自然の共生という観点において独自の取り組みを続ける企業でもある。同社のキャンペーンガール、ベリーガールズは2019年現在15代目で、 各年度、総勢5名が選ばれる。児童養護施設の子どもたちを招待する、タックルベリー子ども釣りクラブや、子ども虐待防止を目的とした、オレンジリボン運動チャリティ釣り大会を開催する、等、社会貢献を行っていることを付記する。タックルベリーは2000年4月に、神奈川県藤沢市に第1号店を出店。その後順調に、店舗数を増やし、 2016年2月現在、47都道府県に201店舗。海外は韓国、中国、タイ、台湾に計6店舗を出店。ポスを自社開発し全店に導入している。主な評価内容は下記の通り。今までコンパクトで効率を求めた出店形態が中心であったタックルベリーであるが、顧客ニーズの変化に対応するため、2018年より、 ビッグベリーの名称を冠した大型店舗を出展し、出展形態を多様化させた。ベリーガールズはタックルベリーの CM やイベントに出演するイメージガールである。発足以来、総勢5名で結成されている。V ネックの前、身頃が白のノースリーブのワンピース。左胸に黄色の TV マークがあしらわれ、前身頃の切り替えなし、スカートには裾からウエストに向かって、 赤字でタックルベリーのロゴあり。両脇から背中にかけては、ボディスが黄色、ウエストが赤、スカートは緑色である。肘が隠れる長さの白のロンググローブ。ハイヒールの黒レザーの編み上げにイハイブーツ。2019年現在、47都道府県全県に展開し、また海外では、韓国、香港、タイ、台湾、カンボジア。 ベトナムの6カ国に9店舗を展開する。タックルベリー、戸塚中継店、あの土地のオーナーは誰観光地の意外な所有者を6つピックアップ。楽町、2020年1月5日閲覧。会社案内ゴルフで、カンボジア進出タックルベリーとハット、箱根駅伝中継瞬間最高視聴率の謎の看板、タックルベリー。ニュースポストセブン。 2020年1月5日閲覧、ありがとうございます。